はい、すするのミッドナイト TV ということで、本日メインチャンネルの方で質問コーナーの動画を上げたんですけど、メインの方には収まりきらなかった感じの質問をちょっとこっちの方でもいくつかやっていこうと思ってまして、それだからメインで編集中にカットしたものも多分流すこっちで、うん、あ、オッケーオッケーオッケー。本棚の本紹介してほしいです。ほらサブちゃんと。まさに。ツイッターでもやってたけどね。あ、そうツイッターでもやった。もうね。あらもうそれでいっか。おい。ぜひフォローしてくださいと。そう。すする逆に読んだことあんの？あんのこの中で。ファン、さらっと篠崎を取るんだよ。俺が読んだことあるのは、もうコナン、俺も持ってるから。秘密俺2巻まで読んだ。働きマンはドラマ読んでた。ドラマ読んでた。ドラマ見てた。4月は君の嘘は引っ越しする前の家で読んで。全然泣かなくてびっくりした。すげえいい話だった。枯れてるから涙が。ピンポンも映画見た。ハンターハンターは読んだ。デスノートあ、デスノートも、デスノートでも俺漫画、あ、読んだ。漫画全部読んだわ。漫画も読んだし、映画も見た。ベックも映画を見た。なんで映画見たんだクソ映画。しょうもない。クソ映画やべえよな、あれ。あとジョジョは俺読んだことないし、おかきょうとかおかきょう、ああ俺これ読んだことない。あ、そうなんだ。うん、漫画の好みが全然違うもんね。すするの家何があるの？これにちなんのはコナンとドラえもんといいね、カイジ赤木、あ、そっかそっか、銀と銀とか、その副音作品がめっちゃある。持ってる漫画あとミスフルとか。あ、出たー。甘国感あるもんな。甘国感ねえだろ。黒ウーロン茶を飲む100の方法はやらないんですか？やりたい。やろう。久しぶりに。久しぶりに。久しぶりに。大好きや。懐かしの。一番いいやつ。一番いい企画。一番いいコーナー。だけど、黒ウーロン茶ないんすよ。さっき探したんだけど。やっぱじゃんけん。うわー、絶対だ。絶対だから。めんどくさい。じゃんけん。最初はグー。じゃんけん。ほい。おー。はい、こうでしょ。よっしゃ！うわー。よし！強気で来た。これが最初持ちのパワーや。めっちゃ唾液飛んできた。そんな顔に飛んできた。顔に飛んできた。ごめんごめん。最初はグー。じゃけん。ほい。うわあ。いやいや、やっぱダイエット、ダイエットしたいって言ってたじゃん。違うって今。ああ。レッツゴー。うわあ。電車で見かけた時は喋らない方がいいですか？実は見ました。全然もう全然喋りかけていただいて本当に大丈夫です。幼少期のすするくんに一言。予備校の個人勉強ブースで先生に全部バレてるからマジで気をつけて。やばやば。大学2年になって予備校の先生たち飲んだ時に言われて、うん、やばきつってなった。きついそれは。きつい。やばいよね。ラーメン屋ですするさんに遭遇したいんですけどどうすればいいですか？いやいや、どういうことだよ。どうしたらいいんだよこれは。ごくたまにツイッターで予告してからラーメン屋さん行くってこともあるんで、そういう時にうまくタイミング見つければいけるかもしれないですね、うん、こんばんは、いろいろおめでとうございます。ありがとうございます。いろいろってなんだ。これから食べてみたいラーメンやその他のものありますか？その他のもの、こないだ初めてタガメ食ったんですけどマジで臭かったですね。本当にもう食べたくないものじゃねえかよ。ラーメン屋さんに行った時カップルらしき男女がラーメンすすっていましたが、女の子の食べ方がいかにも私勢いよくすすれません的な感じでお上品に食べてたんだけど、すするは勢いよくすすってくれる彼女の方がいいよね。ね、汚いのは別として。そうだね。初恋の思い出語って、小学2年生の時にとあるその初恋の子が転校してきまして、そのまま3年生になったんですよ。3年生になったら同じクラスになってめっちゃ可愛いなってすげえ思ってて、席が近くなってすげえなんかこう仲も良くなって、でも4年生になったらちょっと別のまたクラスになっちゃって、そのまま中学生まで違うもうクラスのままだったんですけど、まあ、僕はもうずっと好きで、で中学校の時にゲーセンに遊びに行ったらその女の子たちの集団も来てて、そのしかも女の子がちょっと行きなよみたいな感じになってて告られて付き合いましたね。めっちゃ語った割に落ち弱って付き合いましたね。付き合いましたね。何やねんそれ。黒ウーロン茶飲むさ。はい、飲んで。あ、飲んで。あ、いいじゃん。チャルゾーさんはどんな仕事をしてるんですか？言ったって。
ピットインしてくるレーサーに小豆バーをぶつけるシーン。それです。勝てーよ絶対。他人でその YouTube すするのあれをやってます。裏の話ですけど、すするのお金がいろいろ税金とかめんどくさいんで、一応法人化してやってますっていうことですね。うん、毎日すする TV を PS4 で見ていますが、ズルズル、どうもすするですの部分で音声認識が反応してしまって妙な間になってしまいます。あるあるですか。音声認識か。へぇ、やってみるわ。ちなみに音声認識ってのは何ですか。うん、ああ、とりあえずじゃあ見せようか。まず音声認識っていうのが、うん、プレイステーション、うん、モンスターハンターワールド。おお、こういう感じになるんですよ。切り替わるのね、ちゃんと。声が大きすぎます。で、じゃあこれでちょっと YouTube 行くわ。はい。すする TV、 ズルズル、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活。なんだよ、なんだよこれ。おい、ズルズル、どうもすするです。反応しないよ。ズルズル、どうもすするです。謎やな。謎やな、うん、こういうのはあの詳しい人教えてくださいっていう。ナイトスクープに送ってください。ライズアップとコラボしよう。あの一応一回オファーしたんだよ。で断られたっていう、うん、うちの健康理念と反しますみたいな、ね、それはね、それはそうやね。ラーメン食ってたかな。ごめんなさいっていう感じですね。それはどっかのジム、競泳ジム、そうとか、もうなんかライズアップ以外にもね、そういうところでなんかコラボはしたいよ ね。まあ確かにね、それは本当にマジで痩せたいからな、やっぱそれを痩せさせるぞっていう方、お待ちしております。お待ちしてますね。一部ファンの間でチャルさんが松田龍平に似ているなどと言われていますが、どれほど似ているか検証してみてほしいです。いやちょっとね、足が見えるとね、まあ、上半身でいけばいいってこと。松田龍平めちゃくちゃ足長いよ。メガネかけてないもんね。ちょっと邪魔。上にコート着てる時が似てる気がする。あーあー、なんか探偵はワーニールの時の感じ。すするのコートだけど、これお、でかすするのコートでかいかな。それですらちょっと今閉まんなくなってきた。いやそれやばいね。やばいよ、めっちゃブカブカだよ。3年前めっちゃブカブカあったの。3年前からお前に金がしてんだぜ。なんで確かにコート着たらなんか雰囲気が出るわ。ちょっとあの睨む感じ。ああ、そう、ああすごい。ああ龍平さん。すする誰に似てんだっけ。俺は劇団一人、あと森山直太郎。じゃあベスト森山直太郎を作ろうぜ。すするの森山直太郎か、うん、あと俺与沢沢さん似てるって言われる最近。与沢はちょっとそれは与沢見てみよう。与沢はどの時の森山直太郎なんだろうな。森山直太郎さ、うん、顔頬こけてるやん。確かにそうだね、似てないな。とりあえずこれはないわ、うん、ちょっと細めにして上向く。あーでもこのこの、あーあーおー、歌ってそれで。ブーン。ちょっと違ったわ。なんでしゃくれんの。ちょっと今この声がしゃくれるんじゃない。モノマネする時しゃくれるよね。しゃくれるわ。しゃくれがちかもしれない。モノマネする時浜崎真央が一番似てるから。いや、おっぱいだけだ。 AV 女優じゃねえ。おっぱいだけもおかしいわ。ツルツルシコシコサラサラズルズルヘアーのススルン、たまには違う髪型が見てみたいということで用意した3択はこちら。ドーン。丸1、美容院にてイメチェンヘアセット。丸2、チャルさんによる奇抜なヘアセット。3、ノビーさんによる関西人風ヘアセット。お気にということで、どれがいいでしょうか。とりあえず美容院はすり行かないから。そうね、まあなんかもっと企画でもしかしたら今後行こうか。そうね。であと残念ながらうちは俺がヘアセットしないから全く、うん、持ってないんでワックスとか俺やってみる。 やれるだけやってみよう。やれるだけやってみる。やれるだけ。いやー今日どうします。今日一層美容師人この街で一番かっこよくしてる。この街で一番の美女。 OK です。ちゃうやん。あーこの辺毛先遊ばしちゃって。怖いな。毛先遊ばしちゃう感じどうすか。毛先遊ばしちゃう感じどうすか。誰やねんそれ。あとこの辺のヤンゲ。ヤンゲ。あとちょっとこうします。ちょっとこうしますって。ちょっとこうします。言葉がない。こうしてこうしてこうすりゃええんやろ。あ、こうしてこうしてこうすりゃええんやろ。使っちゃうんやん。であとこの辺の、あ、これ、あー静岡が起きたと思うんだよな。顔が全然喜んでない。家でこっちでしょ。自分で。そうそうそう。あーいいですね。怖い怖い。わけすごいな。こういうのどうでしょう。これ結構俺っぽいんだけど。あー確かに。すげえ森山直太郎みたいな。あ、ほんまだ。これで、これで、これ森山直太郎。さっきの角度、角度と、あ、薄め。あ、どうだっけ。薄め、ちょっと薄め。あ、めっちゃ似てるやん。 あ、似てるわ。できた。森山直太郎セットね。そうです。森山直太郎ヘア。あー、それで歌う。ボーン。しゃくれんね。それはしゃくれん。しゃくれん。顎は変わんねえだろ、髪型変わったところ。はい、というわけでサブちゃんの方も一応質問コーナーやりましたけど、逆になんかその2人から今こう聞きたいみたいな。すするに、うん、結構聞いてんだよな普段。
まあ確かに気になったことは聞くし答えるし、うんうん、それ何でも答えてくれるから本当にね隠せへんな、本当だよ。オリーブオイルの、あの可能性を感じますかって大丈夫どんな人感じるよと。あ、感じるのかそれは感じるよ。家賃いくら今62,000円。え、そんな安いのあそこ。そんなもんだよ。逆にないの、駿河チャルさんに聞きたいこと。俺がチャルさんに聞きたいこと、ちょっと謎じゃない。いやもう知ってるよだいぶ。いやもう謎だよだいぶ知ってるよ。いやいやいや何その顔だいぶ知ってる。6年以上一緒にいる。まあね。いやでも謎は結構多いよ。やっぱ一人で何してるか分かんないもん、一人でいるときな、うん、ゲーム、映画以上。はあ。マジで。でもたまになんか朝まで帰ってこないときは、あ、しこる朝まで帰ってこないときはしこってるってこと。朝まで帰ってこないどこでしこってんのなんでそこハモリもいいんだよこれ。なんかハモリの流れなんなんこれ。するは全然帰ってけへんときはもうゲーセン行ってんの。ラーメン屋終わりましたっていう報告が来てからしばらく帰ってこないとき、うん、何してる。いや本当に一回やってゲーセン行って帰ろうと思ったら、一回やって一回ゲーセン行って、ああプレイして一回しこるんかと。これじゃないから別に一回ゲーセン行って、うん、プレイして帰ろうと思ったら、うん、気づいたわね、ほんと何ゲームもしちゃってる。そうそう、あ好きだねダメだよね。え、どんぐらい上手いの実際。いや、そんなだよ。まあ、中級以上ではある。難しいのよ、なんか上見たら切れないじゃん、結構ゲームって、うん、そうだね。虹、金、銀、銅みたいな感じになるね。うんうん、俺銀。虹金銀か。まあすごいね。虹金銀。まあ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 。すごそう。だからまあ中級よりは上ぐらいの感じ。なんか本当にじゃあゲーセンだな。ゲーセンラーメンだね。俺結構マジそうだよ。なんかノビーの嫁の一番好きなところ。ああ。嫁の一番好きなところ？とこ。怖い。まああるんだろうね。体の相性。まあまあ大事なんだろうね。まあまあ。大事なんだろうなって思ったけど。結婚するとき大事にしていこう。結局そういうことだ。大事よって俺結構言ってるよ。すぐに。俺も言われたことある何回も。大事にしていこう。そこがやっぱり大事よって。一番じゃないけど大事は大事よ。っていう感じで。はい。質問あれば。いやもう。まあ個人的にあったら、個人的にあったら個人のツイッターとかに送ってくれればもしかしたら答えるかも。いいっすか。いいです、ね、お疲れ様でした。はい、チャンスよこの辺本当に。ほんじゃね、バイバーイ。ほんじゃね、バイバーイ。